はい、こんにちは、安です。今日ね、収録日12月15日ですけども、今日ね、リセッションっていうね、内容をお届けしたいと思います。今日も最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ぜひチャンネル登録、そしていいねでね、応援していただけると嬉しいです。ちょっとすいませんね、年末に入りですね、ちょっとね、仕事が最後、ドタドタドタと忙しくなっておりまして、ちょっとなかなか動画更新できてないんですけども、引き続きね、応援のほどよろしくお願いします。で、まあ、今週 FOMC とかね、いろいろあったんですけれども、基本的な相場は結構リセッションを警戒してるかなというふうに思ってて、まあ、今はね、全然株を買う場面じゃないですよっていうね、お話をしていきたいなというふうに思ってます。はい。で、まあ、ただね、相場わかんないんですよね。買うなっつっても、上がっちゃうこともあるかもしれないので、まあ、そこはね、ぜひ自己責任でよろしくお願いしますということで、まあ、ちょっと今日のサマリーをお話ししたいんですけども、もう本当に本格的にね、逆金融相場、まあ、今までそうですね、どこまでが逆金融相場だったかなというのは難しいんですけども、もう本当にほぼほぼ逆、まあ、今まではちょっと9月、10月ぐらいって、逆金融相場と逆業績相場がちょっとミックスした感じだったんですけども、ほぼほぼね、逆業績相場の方にね、移ってって、逆業績相場を数ヶ月迎えてね、次の金融相場に備えていくみたいなね、感じになるかなと思います。なんで今まではね、PR で株価が下げた相場から、今後ね、EPS が下げていく相場になりますよっていうお話ですね。うん、で、ここで重要なのは、今まで特に今年1年って FOMC だとか雇用統計だとか消費者物価指数だっていうところが、一番注目を浴びてきてね、まあ、いろんなところの YouTube とか Twitter、そしてノートとかも、ここを重要性してきたんですけども、まあ、ここもまだ重要です。まだ重要。今後、重要というところは前置きを置いておいても、以前よりは重要ではなくなってくるのかなというふうに思ってます。今後はですね、景気指数、ISM とか小売とかが、まあ、重要な、ね、局面に、まあ、相対的にはですよ、当然 FOMC とかこういう時消費者物価が、まあ、最重要なのは間違いないですけども、相対感として景気指数も結構重要な局面になってきますよというふうに、ね、考えてます。でまず FOMC のまとめなんですけども、ここもいろんな人がいろんなこと言ってますけども、まあ、なんていうのかな、ほぼ解釈なんて誤差の範囲内で、まあ、すごいざっくり言っちゃえば、やや高寄りだったかなぐらいですね。やや高寄り。まあ、やや高寄りというよりかは、鳩ではなかったねって話なんですよ。もうちょっとなんか、その相場的にはひょっとしたら鳩かもねみたいなことを期待してたような感じもあったと思うんですけども、まあ、予想通り高でしたねみたいな感じです。で、ターミナルレートね、最終的な金利の着地点っていうのは、今のところ FRB のメンバーによると 5.1% を予想してるということで、まあ、これもね、ほぼほぼ事前にターミナルレートね、5から 5.25 ぐらいっていうのが出てたと思うので、まあ、そんなに大きくね、サプライズではなかったのかなと思います。うん、で、何度もコメントされしてますけども、インフレ根強いのでね、2023年も高金利を維持してますよということをね、コメントされていますと。で、ただやっぱ気になるのが GDP とか失業率の予想というところを下方修正しているっていうところがあります。なので、これだけを見れば、まあ、やや高だったよねっていうところもあるんですけども、まあ、おおむね相場の予想通り。で、これを受けてですね、まあ、金利っていうのは10年金利ですね。10年金利は下がったんですけども、まあ、ゆっくりゆっくりとね、もうターミナルレートも見えてきたし、上昇幅っていうところも限界が見えてきたので、まあ、それでね、10年金利ちょっと下がったんですけども、株価もね、下落で反応するというね、状況になりました。この要は、金利も下がり、株価も下落というね、まあ、そういった状況ですよね。で、特に、リセッションだな、逆業績相場だなというふうに強く感じたのは、やっぱ今日の相場でした。今日ですね、米国小売売上高というデータが発表ありまして、まあ、今までもこれ、それなりに反応してたんですけども、まあ、これよりかは当然ね、FOMC とか消費者物価指数とかに反応するデータなんですけども、今日はこれで大きく反応したかなというふうに思います。結果はですね、先月比マイナス 0.6%、予想マイナス 0.1、先月プラス 0.2 に対してマイナス 0.6% ということで、まあ、結構景気失速してきてるよねっていうところを大きく懸念しました。で、特になんで今の時期下落したのかっていうと、まあ、こういったね、重要なイベントを通過しました。で、もうここから先ね、しばらく重要なイベントないですよねっていう状況において、結構このタイミングにおいて、次の1ヶ月後のね、決算に向けて、まあ、いろいろポジション整理っていうのを行われていくかなっていうのはね、私は感覚としては持ってます。うん、なんで結構ここで、まあ、次の決算どうなるのかなっていうふうにね、皆さん考えて、ああ、ちょっと小売がやばかったら、ちょっと小売系の銘柄外そうかとか、株価が、こうやって景気が悪くなってきたらいろんなところに波及するから、ちょっと株はやめて、債券買おうかみたいな、まあ、そんな動きも出始める頃かなというふうに思ってて、まあ、こんな感じでね、次の決算、予想を外して下回るんじゃないかとか、思ってるも悪いんじゃないかっていう思惑は結構働きやすい時期なのかなというふうに思ってます。
まあ、なんで思ったよりも、ね、業績悪かったよねっていうことなんで、今予想してるあの EPS の予想だったりとか売上の予想よりもひょっとしたら悪くなるんじゃないのっていうことでね、ダウ、S&P、ナスダックがまあ大きく下落するという、ね、結果になりましたと。で、これ私の動画では何度もやってるんですけども、今一番注意しなきゃいけないのは EPS の予想っていうのは下落してます。で、私も Q3 の決算まではまだまだ EPS 成長してるからね、あのまあ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 急落するような状況ではないですよねと話をしてきたんですけども、ちょっと Q3 の決算を経てでさらに下がったので、今はどちらかっつったらまあさらなる警戒の可能性、さらなる下落っていうのはまああるんだろうなっていうふうに思っても、可能性としてはあるんだろうなっていうふうに思ってますし、今状況もね結構悪いんでね、なので、まあ、結構これは、まあ、いろんな相場にかかっている皆さんもね、結構そういう気持ちなのかなというふうに思ってます。あの2023年、今のところまだプラスでね、EPS がプラスで推移する予想にはなってますけども、まあ、あの Q4 の決算、ね、もし、ね、予想外しちゃったりとか、ガイダンス悪ければ、まだまだ2023年の EPS 予想って下行くんじゃないのというふうにね、みんな警戒してるはずです。逆の言葉を言えば、やっぱ株価が回復するっていうのは、この EPS が、底打ちしてやはり少しでもね上昇しないとやっぱ株価っていうのは非常に上昇しにくいと思うので、まずね相場的にはどこいつ景気底打ちしていく景気が上向くのかっていうところをね気にし始める、そんな中でまだまだEPS の予想っていうのは下がっていってますよねっていうところがね、あのやっぱ株価っていうのが非常に上がりにくい、むしろ下げやすい理由になってるかなと思います。でこれはちょっと先週の状況なので、あの今どうなってるかっていうのを新しく反映するのは明日になると思うんですけども、やっぱ株価が上がるには PR は高いなと感じます。うん、でこれやっぱまたその株価とか PR の状況によって変わるんですけども、今ってもう PR17 ぐらいにいて、要は10年平均ぐらいにいるんですよね。でここからズン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 って上がる PR としてはちょっと高すぎるなというふうに思うんですね。しかも EPS が下がってるっていう中でね、まあ、これで EPS が上がってるなら別にいいんですけども、 EPS も下がってる中でPR がここまで高いと株価っていうのは上がりにくいだろうなというふうに思うので、もう一回株価が再びね反転上昇するためには、まあ、少なくとも PR が15とかね15この辺のライン、この辺のラインまで来てくれないと、やはりまあ成長軌道にまた戻るっていうのはなかなか難しいのかなとか、今は決算が悪ければやっぱ最悪ここを目指すんじゃないかなというふうに思ってます。PR っていうのはその結構この FRB の政策、金融政策によって左右されます。金融緩和してるときは PR 高く出るし、金融引き締めしてるときは PR 低く出るんですけども、業績によっても PR 変わります。将来的に業績がいいんだというふうに思われれば PR は上がっていくし、業績が悪いんだと思われれば PR は下がってきます。で今、金融相場が終わってね、逆金融相場において PR が下がっていくっていうところもあったんですけども、今後ね業績の見通しが悪いってことになれば、その PR はさらにね一段掘ることは考えられるので、 Q4 の決算次第では最悪この13とか14のラインを目指すことも可能性としてはあるだろうなというふうに思っているので、まあ、今株を買ってね、結果的に Q4 の決算が思ったよりも悪くないじゃんって良ければ、それは金融でね多分15ぐらいでリバウンドするんですけども、最悪最悪の場合ここまで ISMS の製造業指数だったりとか小売売上高とかがね悪くなってくると、まあ最悪のケースここまで来ること、まあここまで来るとも結構株が落ちますよね。まだ 10%20% とか平気で落ちると思うので、まあちょっと警戒が必要かなというふうに思ってます。であと最近ちょっと顕著なのは、まあ、今まで今年の前半というか今年1年間の相場だったりとか去年の相場を見ると、やっぱ株と金利の関係で逆相関なんですよね。金利が上がれば株価は下がる、株価が下がれば金利は上がるみたいなね、ごめん金利が下がれば株価は上がる、金利が上がれば株価は下がるみたいな逆相関なんですけども、今はね正相関というかまあ正の相関をしてますよね。で10年金利がこの先月の消費者物価指数発表以降マイナス 9.8% です。だから金利は下がってるんです。にもかかわらず S&P はマイナス 1.44 ということでね、今までの相場であれば金利がマイナス 9.8 になれば、まあ S&P ねプラス 2-3% 余裕で出ますよ今までだと。だけどそれはやはりそのまあ、金利が低下してもその今後ね業績が悪くなっていくっていうところも当然あるし、この1ヶ月でね、EPS の成長予想というところも下がってきてはいるので、まあ、そういったところも鑑みて、まあ、金利が下がったけども株高に反応しないということだと思います。はい、で今後はね、景気指標がより重要になってきます。まあね、今いろんなところを見ると、
FOMC だとか雇用統計だというところが注目あるんですけども、結構ね、ここから先は私結構細かい、細かい指標が結構大事かなと思ってます。特にね、16日の決算に向けて、1月16日の決算に向けて、みんなその景気がいいのかな悪いのかなっていうところを気にしだす時期だと思うんですよね。なんでそれも受けてね、今日米国小売売上高にかなり反応しましたけども、例えば、来週実はナイキとフェデックスの決算があります。でこれ結構注目の決算で、なんでかっていうと、銘柄として大きいのももちろんなんですけども、クォーター的には、9、10、11の3ヶ月の決算になります。だから Q4 の決算の前哨戦みたいな位置づけではあるんですよね。例えばこのナイキとかフェデックスがアナリストの予想を大きくミスって、ガイダンスも低かったとかがあれば、当然あれこれやばくないみたいな、ナイキとフェデックスがこんだけやばかったら当然 Q4 の他の小売りとか、フェデックスだったら運送とかもかかってくるんで e コマースとかね、悪いんじゃないみたいなところ当然走るわけで、逆もしっかりですね、思ったよりも良ければあれリセッション来ないかもねみたいな感じも逆もしっかりで、その場合は株価を持ち直したと思うんですけど、こういった細かいところだったりとか、米国個人支出ですよね、出費がどうなったかとか PC のインフレーションどうなったかとか、あとやっぱね、来月の頭にある ISM 製造業指数、そして ISM 非製造業指数とかも、これはもはやその何ていうかな、悪いニュースは良いニュースじゃなくて、悪いニュースは悪いニュースなんですよもはやね、だからこれがやっぱ悪化してると、その製造業の株価が下がったりとか、サービス業が下がると、その他のサービス業が下がったりとかね、雇用統計も当然今まではどちらかといったら、賃金だとか金利だっていう視点で注目を浴びてましたけれども、今後は例えばこれが失業率が上がった後になればそのまま景気が悪いねっていう判断になると思うので、そういったところもね、今まで雇用統計ああやった失業率上がった金利下がったに なるんじゃなくて、うわ失業率上がった景気悪くなる決算やばいかもっていうね、そちらの方にね視点がいっていくんじゃないかなというふうにね考えてます。で決算1ヶ月前でね、決算意識して動き出す時期です。12月も15なのでね、あと1ヶ月後の決算なんで、そこに向けてね、ポジション調整をしていく時期で、今はどちらかというと1ヶ月後の決算、ひょっとしてアナリストの予想を超えて株価上がっていくんじゃないって考えるよりも、やべえアナリストの予想を下回ってミスって下がるんじゃないかっていうふうに考える人の方が、目線としては多いのかなと思ってます。まとめると、Q4 の決算までは今、株触らない方がいいかなというふうにね、思ってはいます。来月のね、ナイキとフェデックスは注目ですね。それとは上目線というよりも、不景気の材料でショートを待っている金の方が高いのではと感じています。これちょっと後で話していきますね。景気が回復するか、明確に利下げが見えるまで、株価回復が遠いと思ってます。なので、ただ今の状況で、景気回復が見えるっていうのは多分難しいなと思うので、やっぱり FRB が利下げを示唆するようなコメント、例えばインフレもピークアウトしてきているので、必ずどこかで利下げは検討しなきゃいけないはずだとか、例えば議事録に、ね、利下げの時期について議論したみたいなところが書かれる時っていうのは来ると思うんですよ。それが多分来年の3月6月ぐらい、ここまで来るとさすがに株価は上がってくるようなタイミングになると思います。ただそこまではまだまだ金利も高いし景気も悪いしっていうことで、しかも Q4 の決算が怖いしっていうことで、Q4 の決算、Q1 の決算ぐらいまではまだまだ、暴落するとまでは言わないですけども、軟調な相場っていうのは続きやすいのかなと思ってます。なので、タイミングが来るまでは債券、TLT とか、TMF はちょっとボラティティ高いですけどもね、3倍だから、TLT とかで、やり過ごす方が良さそうかなというふうにね、私も2週間前ぐらいの動画でねお伝えしましたけども、やっぱ基本は TLT とか債券でやり過ごすのが、いいんじゃないかなというふうにね思ってます。ただ TLT 以外でもし何を仕掛けるのかっていう話でしたら、1ヶ月後の決算に向けてね ERY っていうね、原油のベア2倍の ETF があるんですけど、これとかはちょっと面白いかなというふうに、思って見てます。まずちょっと TLT いきますね。TLT はやっぱこの相場でも結構こう、当然金利が安くなったら、逆ですけどもね、買われたら金利が安くなるんですけども、今相場がリセッションになるに向けてみんな株買いにくいよねっていうところで、まだまだみんな債券を買ってるところかなと思います。金利が下がって、株に資金が向かうまでは TLT というところは好調というか、堅調に推移するんじゃないかなと思います。ただ3月4月5月のタイミングでみんな株を狙い始めるタイミングで売られやすくなると思うので、そこまでの、短期的なつなぎになる可能性はあるかもしれないですけども、今のところ堅調かなと思います。ただ TLT も、ここ5日か6日ぐらいはちょっとレンジ相場みたいな風に動いているので、できればね
下のこのリバウンドしてるところでポンポンポンって拾えるとね、まあいい感じになるのかなというふうにね思ってみてますっていうのと、次ねこれが上に跳ねるタイミングがあるとすれば、多分おそらくですけども、来月の、製造 ISM 製造業指数だったりとか雇用統計とかが悪ければもう一段上に行くんじゃないかなというふうにね思ってはいます。はい、まあ、景気が悪ければみんな債券を買ってくるというところですからね、うん、ただ今現時点だととりあえず、11月の景況感を織り込むと今のところこのくらいの水準ですよということなんで、ここから景気が悪くならない限りは、まあ、上に抜けづらいのかなと思うので、しばらく1月の IS 製造業指数まではちょっと横横が続くんじゃないかなというふうに、ね、私は今は考えています。なので、まあ、仕込み時としては結構まあまあタイミングとしてはもう まだまだ悪くなくて、まあ、このレンジ相場で下が来た時にまあ、ポンポンポンってね買っていければまあいいんじゃないでしょうか。まあ私とかはねもう結構この辺から初段積んでてこの辺とかでも買いましたりするんで、結構まあ今はもう放置なんですけども、まだまだこの下髭のところとかでまあ買っていければいいんじゃないかなとかね思ってたりはしてます。あ、そう、 TLT に関しては紹介動画を2週間前くらい投げてましたね。それ動画詳細欄にありますので、ね、ぜひそちら見てもらえればと思います。でもう一つ、もし仮にねやるとしたら、やっぱ今、まあ、可能性があるのがエネルギーセクターかなと思います。エネルギーセクターの買いロングじゃなくてショートの方ですね、うん、で結構エネルギーって、今年の9月の決算がピークだったんですよ。これちょっと下にあるかな、これか、XLF の XLE の、かなり構成を秘めるエクソンモービルですけども、この黒の実践が黒の実践でこの灰色のグレーのところが今まで の、EPS で、ここから先が将来なんですけども、ここから先に9月に、ね、EPS ピークを打ったんですよ、9月にね。でそこから12月ってもうずっと下がってくるんですよ、今後ね、この原油株っていうのは。でこちらが2番目の、保有率であるシェブロンとかも、12月9月がピークで、そこから先はずっと EPS っていうのは下がっていくような、まあ、予想になってますというところですね、うん、でこれがなんでかっていうと、やっぱ原油価格ですよね。原油価格も今日の小売りの発表を受けてやっぱ下がりましたっていうところがあって、今後景気がどんどん悪くなれば一応下がっていく傾向はある。ただ原油エネルギーセクターが読めないのはそのOPEC とかの、ね、会合とかによって結構値段が変わっちゃったりするので、そこだけはちょっとやっぱリスクとしてはあるんですけども、少なくとも今回の決算、10、11、12っていう文脈で言えば、やはり今までの、ね、シーズンよりも原油っていうのはかなり安くなってますので、その分やはり利益とか売上っていうところは当然下がってきやすくなるし、今後これがね原油が上がりづらい状況が続くのであれば、やはり EPS っていうのはね、まあ、出にくい状況が続くんだろうなというふうにね思ってはいます、はい。まあ、なので、まあ、こういう時に仕掛けるのであれば、まあ、結構最近ちょっとちらほら言う人が出てきたんですけども、 ERY エネルギーベア2倍とかが、まあ、基本的に私 TLT が中心だと思うんですけど、もし何か他にやることがあるとしたら、まあ、これぐらいしかないのかなと思います。でこれなんでかっていうと、そんだけリセッション警戒しているのであればショートすればいいじゃんって話ですよね、指数を、舞踊とか QQ。 ただ私の中でやっぱ気になってるのは、まあ、まだ Q4 の決算耐える可能性あるんじゃないかなと思ってます。景気言うてもそんなめちゃくちゃ悪くはないので、だからそこもあるので、まあ結構決算が思ったよりも良かったねって言ったら、やっぱ当然今の株価まで戻してくることも全然あり得ると思うんですけども、じゃあもしこのリセッションにかけるならばっていうところで、今一番調子がいい株というか、まあ、リセッションに向けて下げる余地が高い株っていうのはやはりエネルギーなんじゃないかなというふうにね思ってるので、もしその景気が悪くなるならショートだろうみたいな考えで仕掛けるのであれば、まあ、原油が今一番、やれやすいのかもしれないなというふうにね考えているところで、これはちょっと私も自信がないので、まあ、1ヶ月限の、ね、打診決算に向けて、ね、仕組みっていうのは面白いかもしれないね、まあ、ホップステップジャンプじゃないですけども、例えば今少し、打診買いをしておきますと、で、来月の ISM 製造業指数とかで、また、景気が悪くなる、そして原油が下がる、そうするとまた XLE って下がりますよね。でそこでもう一回積みますっていう、でそこで決算を待って、決算が悪ければ本格的にドーンって足していくみたいな感じで、まあ、リスクコントロールしながらね、そうやって積みますっていうところも、まあ面白いプレーなのかなとかね思ってたりはしてます、うん、はい。というわけで、明日はですね、なんとですね、あんまり注目してる人いないかもしれない、明日はメザ SQ なんですよね。3ヶ月に四半期末にね、いろんなオプションの決済日っていうのがあって、それが重なる日がメザ SQ なんで、明日はオプションの決済が行われるので、かなりね、ボラティティが高くなる
日と言われてます。なのでね、ボラティリティが高いでどっちに高いか分からないんですよ。上に出るか下に出るかもちょっとよく分かんないので、うん、まあ、メジャー S 級はちょっと荒れやすい相場になるというところはね、ちょっとね、気に留めていただければと思います。はい、というわけでね、今日はね、こんな感じにして、まあ、ちょっとでもね、参考になれば幸いです。で、私、現時点では基本的に TLT とか TMF 以外のアイデアがあんまなくて、まあ、TLT でやり過ごして、まあ、ね、3月、4月、5月、6月ぐらいのタイミングで、999とか、なんなら、レバランスとかのタイミングを見計ろうかなぐらいしかアイデアがなくて、なんかもしね、これ以外に面白いアイデアっていうのがありましたら、ね、ちょっとね、ぜひぜひね、コメント欄にお越しいただければと、コメントにしていただければと、ちょっとね、いろんなアイデアを今ちょっとお待ちしております。で、ただ、状況として今までよりいいのは、今までって株も売られてるし、債券も売られてるけど、今回、債券が買われてる状況になったので、その、なんていうのかな、その、やりくりするという意味では今までよりもやりようがあるかなというふうにね、私は考えています。はい、というわけでね、まあいろいろ言いましたけどもね、これでまた上がったり下がったりとかもあるんでね、あとは自己責任で決めていただきたいんですけども、今日の内容ね、参考になった、よかったよと思っていただければ、ぜひねチャンネル登録、そしていいねでね、応援していただけると嬉しいです。スーパーサンクスもねお待ちしますので、ぜひいただければ嬉しいです。というわけでね、今日はリセッションという内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。